アイテム番号 SCP-495JP。 オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-495JP。 A は異常生態研究サイト、8143の定期圏度昆虫型オブジェクト飼育エリアで、SCP-495JP。B は同定期圏度植物型オブジェクト栽培プラントで保管、維持されます。担当職員は SCP-495JP。A の個体数が200匹程度に収まるように適宜個体数の調整を行ってください。未収容の SCP-495JP 実例が存在する可能性があります。一般人の手に渡っていた場合、カバーストーリー、外来種移入による遺伝子汚染、無認可の遺伝子組み換え作物を適用し回収、破棄してください。回収後、分析を行い基地の個体との差異を調査してください。説明 SCP-495JP は口述する異常性を除けばごく一般的なカブトムシ、以下 SCP-495JP-A の生態群、及びスイカ、以下 SCP-495JP-B の株群です。SCP-495JP-A 群の生態と通常のカブトムシの生態との間に、特筆すべき違いはありません。また SCP-495JP-A のうち、有個体は異常性を持ちません。SCP-495JP の第1の異常性は、SCP-495JP-A 群のメス個体が産卵した卵1を適切な湿度と温度に保った状態で一定期間保管した際に発生します。通常のカブトムシ同様の孵化プロセスを経て、SCP-495JP-A の卵からはスイカ、SCP-495JP-B の芽が孵化します。注目すべき点として、孵化の瞬間までは正常なカブトムシの発生過程が観測されています。孵化した SCP-495JP-B は適切な環境下において通常のスイカと同様に生育します。SCP-495JP の第2の異常性は、SCP-495JP-B 群が結実した際に発生します。SCP-495JP-B の果実が一般的に収穫可能と表される段階まで生育した後にその表皮を剥ぎ取ると、内部にカブトムシ、SCP-495JP-A、群れが出現します。内部を直接的に観測するその瞬間までは、通常のスイカと同様に内部組織が発生していることが判明しています。SCP-495JP-A 及び SCP-495JP-B の DNA に通常種との有異な差異は確認されていません。アップデート20年07月日、事案495、パパションを参照してください。SCP-495JP 実例とともに回収された看板。里山の恵みに真心込めて、誰もがみんななくしてしまった、遠い日と夏の思い出の味、あの時の情景を、もう一度。里山文化継承のは、何らかの意図を持って本オブジェクトを作成した、拡散を試みた組織の存在が示唆されますが、現在のところ、里山文化継承のは、に関する有効な情報は発見できていません。SCP-495JP の特性を探るため、SCP-495JP-B の未熟果てを塩漬けしたものを B クラス職員に接触させたところ、クリーミーでコクのある旨味がとても美味しい、という感想が得られました。この結果から鑑みて、SCP-495JP-A を接触する実験が許可されました。SCP-495JP-A の生体20匹を凍結乾燥後に粉砕したものを湯で抽出し、B クラス職員に接触させたところ、どっぽい匂いと、黒い色味が気になるけれど。味はスイカジュースみたいで美味しかった。懐かしい記憶が一瞬頭をよぎった気がする、という感想が得られました。SCP-495JP-A の接触を希望する C クラス以下の職員は、消化器官系統に問題がないことの証明を提出することで凍結粉砕用の機材を借り受けることができます。接触の地には必ず健康診断を受け、その結果を提出してください。アップデート20年07月日、事案495、パパションこれまでに SCP-495JP-A を接触した人物の胃内部で、昆虫由来の基金質が再形成される事例が発生しました。この再形成される基金質塊は、平均的な人間の栄養量を大幅に超過しており接触者の内臓器官に深刻なダメージを与えます。現在までに接触した職員のうち8割に相当する、なと、児童7名を含む一般人12名がこの事例が原因とみられる急性胃拡張、胃破裂を呈しています。国内医療機関の記録を参照した結果、
これ以前の記録に同様の症状は確認されませんでした。新たな異常特性の発生を受けて行われた調査の結果、財団が維持するすべての SCP-495-JP-A 及び SCP-495-JP-B の DNA マップに 15%、20% の変異が発生していることが確認されました。この変異がもともと SCP-495-JP が持っていた機能であるのか、あるいは偶発的な発生であるのかは不明です。今後 B クラス職員を用いた実験時以外における SCP-495-JP-A の接触は禁止されます。